自動車及びオートバイのクラッチを完全につないでいない状態のこと。また、運転用語及び動力伝達状態を表す語の一つである。競技には、運転者が自らの手足を用いてのクラッチ操作中のそれを指す。略して、ハンクラとも言う。この状態ではエンジンからの駆動力を変速機、トランスファー、デフギアなどの駆動列、及び車輪に加減して伝えることができる。 そのため、車両の進行速度とエンジンの回転数が合致しない低速走行時や停車時に目動力を車輪に伝えることができる。MT 車の運転者は必ず習得しなければならない必修技術の一つである。通常、MT 車では一旦この状態を経由しないと停車状態からの発進や変速を滑らかに行うことができない。 車両の状態に応じて適切なアクセル操作とファンクラッチ操作を行わないと乗員に衝撃を感じさせたり、クラッチジャダーやエンストを起こす。こうした操作を多用しすぎると、クラッチ糸のダンパースプリングの破損やフライホイール固定ボルトの破断といった重大な事態を招くことにもなる。操作の仕方はエンジンやシャーシ、車体の置かれている状態によって変化するため、 習得するには、訓練を行う以外に、有効な方法はない。なお、ハンクラッチ中の入力と出力の動力差は、熱となる。このため多用しすぎると、クラッチに異常発熱、異常摩耗を起こす。急激なトルク変動化や、長時間のハンクラを行うと、フライホイールクラッチ板、クラッチカバーが加熱し、発煙や異臭が発生することもあるので、多用は、避けることが望ましい。 MT 車のハンクラッチ操作は、ハンクラッチ状態の分かりやすさに、車両差や個人差が大きいことなどから、運転者がコツをつかむ時期は二極化することが多い。オートバイで MT を扱ったことのある人、大型特殊自動車免許を取得資源付きの MT を扱ったことのある人は、比較的自動車の MT 操作も慣れやすい。特にこの技術が必須な坂道発進は、運転免許の試験や、 運転教習では必ず行われる課題であり、最初の難所とも言える。ペダルの踏み具合やクラッチレバーの引き具合がハンクラッチの感覚をつかむ重要な要素なので、履き物やグローブも影響する。また自動車においては膝を使って操作するので、姿勢によってもハンクラッチ操作のしやすさが変わるため、習得中のものはそれらを見直してみることも良い。また、 自動車で MT を扱ったことのある人、自動車の免許を取得し、原付きの MT を扱ったことのある人、原付き免許を取得し、MT を扱ったことのある人は、比較的オートバイの MT 操作も慣れやすいが、初めて取得する免許が二輪免許である場合、半ンクラッチの概念をつかむことが難しいこともある。自動車やオートバイレース等において、スムーズで素早いスタートを行う場合には必須の、 技術である。こと近年の電子制御化されたホームカーのレースでもローンチコントロールは規制されており、このテクニックいかんで序盤の順位が決まると言っても過言ではない。短時間、短距離のレースでは車両をギリギリまで酷使してでも成績が求められるが、一方の車両に対して配慮を求める耐久レースやラリーではレース中のクラッチの摩耗破損を避けるため、 負荷を考慮したクラッチ操作及びハンクラッチ操作が求められる。ありがとうございます。